赤く塗られた地域の北限に引かれた赤い線が、マクマホンライン。マクマホンラインとは、1914年のシムラ条約により、チベット政府とイギリス領インド帝国の間で取り決められた国境線のことで、イギリス領インド帝国の外務大臣で交渉の全権代表を務めたヘンリー・マクマ本教の名前から付けられている。設定された境界線は、 ヒマラヤ山脈の稜線のブータンからビルマ国境まで約8 9 0トルである。この国境線については、インドは合法的国境としているが、中華人民共和国は違法なもとしている。このため、1959年に中印国境紛争が勃発した。日本の学校教育用地図帳では、この地域を所属未定としているか、マクマホンラインを インド北部国境としつつ、中国主張の国境も描くという手法をとっている。英領インドは、1824年から1826年の第一次英明戦争により、ブータンの東方までその領域を広げた。1903年からは、チベット遠征を行い、インドの東北方向への関与を深めている。1907年の英路協賞においては、 中国のチベットに対する総試験を認め、内政不干渉を取り決めている。1912年に、ブータン東方のヒマラヤ山脈南麓地域には、行政管理機構として、東北辺境地区を置かれた。侵害革命によって、清志帝国が滅亡し、国家体制が再編されると、1913年に、チベットモンゴル総合承認条約によって、 共体モンゴルとガンデンポタンチベット政府は独立を隠した。しかし、中華民国政府と妥協を図ろうとしたロシア帝国と英国がそれぞれ介入し、中華民国の主権下にモンゴルとチベット両国とも完全な内政自治を行うことになった。モンゴルと組んだロシアはキャフタ条約で国境線を確定させた。チベットと組んだイギリスは、 1913年から1914年にかけてイギリス、チベット、中華民国の代表により、シムラ会議を開催したが、中華民国は条約への署名を拒否した。シムラ条約は、チベットとイギリス間の条約となり、境界線となるマクマホンラインも定められた。この条約は、チベットへの内政干渉禁止を規定した1907年の、 英路協商と合致しない部分があると批判されたこともあった。現在、マクマホンラインは中華人民共和国とインドの事実上の国境線として機能しているが、シムラ条約に署名していない中国側は違法と主張している。インド側は合法的な国境としているが、シムラ条約はチベットとイギリス領インド帝国間で結ばれており、中国側はチベットは 主権国家でないため、条約締結の権限がないと主張している。このため、中国は、マクマホンラインの南側、約6万5000平方キロメートルも、チベット自治区領としている。ただし、1959年11月7日付の州、オンラインの所管では、マクマホンラインを実行支配線として認識していると、した。ありがとうございます。